お、もう何人かいらっしゃいますね。で、大移動が10ということで。番組実践ルールは制限時間は無制限、軍資金は5万円。基本的にホールのルールに従い実践を行う。でもここら辺がずっとバラエティになってますね、はい。僕最近ね、悪魔城のラジオすげえ打って、あ、危ないですよ、打ってるんですけども、朝とか打つ台ナイトとか結構十字架狙いしてるんですけど、まあこれ何個揃ってるかっていうのをだってちょっと見ようかなと思って朝。あー、3個か。それではまたの機会に。十字架3個では打たない。仕方なく今回も生駒がよく打っている機種ハードボイルドへ。まあハードボイルドダメだったらそれなりに稼働多分ついてくると思うんでね、とりあえずこれ打ってみてそこからまたちょっと見ようかなって感じです。まあなんだかんで言って稼働はついてる感じですよね。データ見ても他の台の。朝一は変更判別が可能なクラシックモード。演出が淡白なのもまた味がある。わー、中世を入りました、デイジメス。さあ、何が出てくるか。おー、ビッグ格です。おめでとう。手帳、お座り一発でビッグ。投資が少ないのは嬉しい限り。開幕ロケットスタートなるか。早い流れのスタートとなったが、バー揃いはなし。肝心のバレットラッシュ突入は。ルーレットの振り分け、ラッシュの数あるんですけども、まあ、ルール17あってこれ16個なんですけど、基本的に、まあ、こういうルーレットが選ばれた時は100ゲーム以上は選択された可能性が高かったりとか、あといろんな演出あるんですけど、まあ、そういうのも若干差があったりするんですけども、軽く覚えていると面白いかなと思います。はい、そんなにめちゃめちゃ差はないんですけど、若干至る所に差があるんでね、はい。ちなみにこの黒揃い 100% なんですけど、
この黒揃いが出る時の演出スナイプチャンスしかないので、それ以外の時はもう挟み撃ちで適当でいいんで、スイカ、あの黒を狙う時は。まあ、こういうセリフも若干期待度があるんですけど、おお、金のチャンス。熱いよ。想定されず。バレットラッシュ中のチャンスナビでニーナが打つ場合、子役狙いでバー下段まで滑った時点で1万役の同時当選確定です。そしてちょっとプレミアなのがこれ、皆様気づきましたでしょうか。通常の10万役ナビはこちら、しかし1万役当選後のナビは4号機のハードボイルドの絵柄、なかなか見つけにくいレアな演出。入りました。リーチ目出たんで白系ピックですね。熱いですね。バレットラッシュ中に1万役からのビッグ、バレットラッシュが長いゲーム数を選ばれている可能性がある状態で上乗せ、この流れ今回はいけそうな感じがする。スイカ引いたか。スイカを2連続でスルー。期待度は 20% もないスイカだがちょっと残念。しかしバレットラッシュ中、コインをモリモリと増やしていく。
通常時だと、まあ、スイカ揃いの金の弾丸装填ゼロは確定なんですけど、まあ移植対決とかの信頼とかもそうなんですけど、基本的に通常時と LRT 中は信頼とか全体的にエース変わるんで、だまあ通常時だったらすげえ熱いにしても結構普通に ART 中は外れたりするんで、三ゲーム目にリーナが ちなみにチャンスエガラ出た時にジョニーが打てば赤頭の1枚なんで絶対ここまで滑るんですけど、逆に放送崩れてジョニー打っててここにダブル黒が止まれば白1枚なんで、まあ矛盾で当たりとかあるんですけど結構レアです、そういうのとかも。バレットラッシュは200ゲームで終了。スイカのスルーが続いていたのが気になるが、ボーナスを引き戻せるか。サンパで上がりました。これでニーナが打ってるときは絶対この形になるんで、ニーナが打てて逆に滑ると多分1枚で当たりだと思うんですよね。レアなパターンがすごい多いんでね。特殊リプレイを回避して嬉しいバレットラッシュ昇格、これは大事にいきたい。これでビッグにつながってくれると嬉しいんですけどね。Hey.
しかし昇格のバレットラッシュは50ゲームがほとんど。ボーナスは引けずにあっさり終了。問題はここから。あとハードボールとはあの中央押しとハサミ打ちだとリーチ面とかね若干変わってくるんで、まあ、中央押しだったらあのこの目は子役外れでボーナスとかっていう目が、ね、ハサミ打ちだったら結構出たりするんで。まあ、ジョニーだったらスイカで、あそうかニーナで、ボトルで7でリプレイなんですけど、これ黒外れてるんでもう化けはないんですよね。でまあ白系ビッグだと思います。うわっ、どうしよう、いた特殊チェリーからの同時当選だと、10% かな、 10% ぐらいあるんでね、この振り分けが。バレットラッシュ150ゲームが確定する同色ビッグ、いい感じの引きでロケットスタートとなった生駒。今回の実戦勝利は目前か。楽しい本当ハードボイルド面白いですよね。毎日打ってても飽きないです本当に。でまあ、同色揃いであのバトルビッグって言ってあのリュウさんとこう戦う演出があるんですけども、まあ、それにも若干設定差があるんですけど、やっぱ同色引ける機会がねやっぱり少ないんで間髪には難しいんですけど、まあ、そういうのもありますという。あそこのハイウェイゾーン B で同色受けたのはめちゃめちゃタイミング良かったです本当に。一回だけボトル5枚で取ればマックスで取れるんで。これこの動画サイトサミーさんのホームページで動画のアニメも見れるんで結構作り込んでるんですよね。で松田優作さんの探偵物語のこの工藤ちゃんを意識して作ったらしいんですけど、だから探偵物語の脚本書いてる丸山翔一さんという人がこれ脚本書いてるんで結構本格的なアニメになってるんで。こっからですね、同色一発引いたら繋がってくれたら嬉しいですけど、青か。朝一のお座り一発から一撃千枚、しかもこれからバレットラッシュが150ゲーム、まさかのロケットスタートとなった今回この流れならいけるはず。飛ばしますね。
順調に出玉を増やしているとホッパーエラー、ついでに店内を見て回る。結構すごいね、お客さん多い。今はなんかね、本当にイベントばっかりのお店が多いですからね。繋がってほしいな、ここはやっぱり。せっかくのバレットラッシュ150ゲームだが、レア役は引けぬまま終了。引き戻しに期待。ハードボールドのいいところはこのハイウェイゾーン A でもね、今32ゲームですけど、50ゲーム続けばバレットラッシュ50と一緒ですからね。広角 A から広角 B へ、この広角 B が長く続けばコイン持ちが良くなる。入りましたね。変わりましたね。よいしょ、よし。今のまあリーチ目出て、あの移植否定したんでね。同色ビッグの2連チャン、まだ生駒の引きは途切れていない。ハードボイルドものすごく打ってるんですけど、まあこんなにいい展開の午前中はないですね、あんまり。本当にこういうのもあるからやっぱり楽しいんですけどね、まあ、逆も全然ありますからね。ハードボールドは本当にあの何ともない演出から結構特殊チェリー出たり
まあ、トップリフもそうですけどね、するし、まあ、1枚やからもそれなりに当たったりしますからね、まあ、2、3% ですけどね。本当に覚えるのはすごい面白いですよね。単独ボトルとかも覚えれば、まあ、高いオンパーですけど、まあ、演出に一気中できるんでね。ここでフェンス1枚とあの2枚落ちるとかあるんですけど、今の1枚やったんですけど、若干こう信頼度も変わってくるんですけど、一番やっぱり対決そうなんですけど、ここですね、こっち暑いです、若干。最後のセリフがどっちかっていうだけで結構変わりますからね。シェリーが今日は1回も当たってないですね。まあ、特殊シェリーは1回当たったんです。また別ですからね。これよく考えたら朝のクラシックモードからずっと何気に続いて、通常時1回も行ってないんですよね。まあ、ハイウェイゾーン B は行ってるんですけど、それゆえにモード切り替えてないんで、なんか金の弾丸今日全然想定されへんなと思ってたんですけど、まあそりゃそうですよね。これクラシックモードになってるんで、確かこう今帰れないんですよね。
ナルモール。ちなみに2発が一番実は寒くてフェイクで一番選ばれやすいんですよね。でまあ1枚役 で金の弾丸装填2発っていうのはないんで、まあ、1枚役の演出から2発までいけばもう3発確定なんでめちゃめちゃ熱いです。長い時間走り続けた生駒だがここで一旦ストップ。バレットラッシュが計500ゲーム、ノーマルビッグが2回にスーパービッグも2回、一撃1500枚獲得した。まだ1000ゲームも回しておらず設定カンパは難しいが期待はしてしまう。こういうおとなしの、まあ、通過キャラ通過演出があるんですけど、チェリーとボトルと、まあ、メインになってくるんですけど、案外熱いんですよね。ああか、まあ、パトカーだったり噴水だったりして、まあ、大した演出に見えないんですけど結構一角チェリーズゾーン出たりとかあるんでね、まあ、そういうのを踏まえてこう見てるとさらに熱くなれるかなと思います。チェリーと姉妹役と、まあ、1回ずつですね。スイカも1回、まあ、10の1、10分の1の2、なかなかですね。400ゲーム台でビッグとまずまず追加の同時当選というところが嬉しい。バレットラッシュ突入に期待。
バースリバレットラッシュ突入ならず。早い時間で大量出玉を獲得していることで気持ちには余裕がある。しかしこの流れを維持するには降格 A から昇格、またはボーナスの引き戻しが必要か。1回分ぐらいですね。1枚役からだと本当に金の弾丸1発いったら2発いけば3発確定なんでね、そういうのも結構覚えてると熱いですけど、いろいろ演出あるんですけどね、本当に多いですしね、覚えきれないっていうのもあるんですけど、バレットラッシュがなかったことで下皿のコインが飲まれる。そして初当たりの重いハードボイルド、また400ハマり。スタートこそ良かったが、この流れ波の荒い機種のようだ。これこの地味な演出なんですけど、
スイカのスルー。しかし広角 B が長く続いているのはラッキー、コイン持ちが良くなる。やはりボーナス、ビッグを引かないと意味がない。弱いな。さあ600超えましたね。600ゲームからプラスマイナス0、700ゲームからまあプラス収支ということで、まあシミュレートではそうなってるんですよね。さすがに600ゲームから700ゲーム、600、700もそうですけど、積極的に打つのはやっぱり厳しいっちゃ厳しいですよね。今日は単独ボトル、4.5%、 あとはチェリーですね、まあ、当たってないですよ、この2つが。はい、ここは来い。通常時に特殊リプレイ出現で嬉しいボーナス確定。あとはビッグであることを祈るのみ。白、赤白ビッグで。よっしゃ。今のは右下段に、まあ、7一回狙って滑って500当てたんで、で、まあ、これがダメだったら化け確定やったんで、まあは16分の18の3、18、この通過3なんで、6分の1の 5% ですね。まあいい方ですね、今のところは。
ラッシュ黒、まあ、ハズレラッシュハズレっていうのが一番期待度薄いんで、まあ、これ薄いと、まあ、あおーもうこれで 80% か。いきました。危なかった。まあ、単独が合算でだいたい2000分の1から、まあ、約3000分の1ぐらいなので、まあ、6やったら引けないこともないんでしょうけど。